はい、半間岩先生です。音楽の作曲はね、もう全然くだらないですね。簡単すぎちゃって、とてもいい曲なんていうのも簡単に作れますね。コンピューターでね、人工知能でね、ランダムにね、音楽を作らすんですよ。でね、今なんかいろいろあるけど、あれは全部おもちゃでね。インターネット上で音楽作曲ツールとかいろいろあるけど、全部おもちゃですね。私のね、音楽作曲ツールはスタディオシステムですかね。バージョン12ぐらいになりましたっけね。人工知能でね、楽譜を音楽をそれに、あったね、フォーマットで自動作曲させるんですよ。と1日にね、1、2曲できるんですね。パソコンでね、処理させて、1日で1、2曲ね。下に、アルゴリズムは複雑ですからね。そうすると延々にできるんですよ。それでできた曲からいい曲をね、選んで買ってもらうだけなんですね。無数にできるから、音楽ね、楽譜も全部ついてますし、全部ね、音声も入りますでね。文字はね、後で変えてもらえばいいんですけれども、音楽のね、歌うね、内容はね、変えてもらえばいいんですけれども、ただ作っても八百長だからね、いい曲作ったって、買えませんし、全て八百長ですね、音楽の作曲は。で、とっても簡単です、音楽の作曲って。人工知能でね、無限に作れまして、で、ほったらかして、パソコンにね、その人工知能にね、作曲させてね、どん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 できるんですよ。無数にね。で、とってもいい曲ができます。最高のものができます。でね、延々に何個でもできるんで、それで、まあ1億円ぐらいで売ったとしてもね、作曲料ね、いいのを選んで1億円で買ってもらうんですね。そういうことで、やってもね、だいたい相場的には1億円ぐらいですかね。で、売れたらとか言うんじゃなくてね、スポンサーに買ってもらうのに1億円ぐらいですね、1曲ね。だけども、人間ってのは八百長しかしないから、そうですね、作ってもしょうがないし、それでみんな、歌とか YouTuber で歌とか作曲とか、なんかちゃんとしたのようなのとか、ちゃんとしてないのとかいろいろありますけれども、それでもう不正だからどんどん稼いでるでしょ。な、八百長だから全然ダメですよ、全然。音楽の作曲ってもう全然簡単ですね、現在ね。どんないい曲でも作れちゃいます、人工知能でね。選んでもらうだけですね、曲を作曲して。で、出ると全部独占しちゃうんでやりませんけれども、そういうホームページ作ってね、1億円ぐらいで半分、1曲ですね、1曲1億円ぐらいでね、いいのを買ってもらえばいいんですけども、1億円以下はちょっと売りたくないですね。相場的に1億円ぐらいですかね、1曲ね。で、その人工的に作曲してね、で、私の開発したアルゴリズムでね、CDJPY、無限にできますから、どん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 ホームページにリストができてきます、作曲した音楽ね。それで
販売価格1億円ですね、一つね。上にあるちゃんとした曲ですね。だから選んでもらえばいいわけです。いろんな曲ありますかね。その中からね。というだけです。で、現在はそこまで進んじゃってますね。歌も全部人工知能で歌いますから、人間と同じように歌いますからね。ボーカルっていうのは全部人工で本物と同じのが作れてしまいます。自動音声読み上げなんかありますけれども、しっかりしたものとかしっかりしてないのがありますけども、これはもう人間の声ね、あらゆる人間の声に合わせられます。無限にね、機械的な変換はまだ多いですけども、そういうのはダメです。全然人間と変わんないね。で、人間の声は無数に構成できますから、ちゃんとした、ね、歌も同じに構成できますから、それでねテキストを読み上げてもらえばいいわけですね。で、今でも読み上げでもいろいろ有料とかあるけども、ひどいのばっかしですね。富士山の音声、まあ、機械的に何ですか、あれ有料でありながら全然機械的な音声の読み上げでしょ。僕の無料のやつでもっとしっかりしたのがありますよ、全然。ね、一般のフリーウェアで作ってるのとかね、ちゃんと人間に近い声でテキスト読み上げますからね。合成みたいな、ね、本物の声に聞こえないのは全然ダメですよ。それで有料じゃ全然ね、